アッシュール・ニラリ4世はアッシリアの王。アッシリア王名表において第94代のアッシリア王として登場する。彼の6年という短い統治は混乱と同時代秘文の欠如によって特徴を付けられる。コブ21を移したシュローダーの戦画。このリン務表はアッシュール・ニラリ4世の6年の在位と彼の前任者及び後任者双方を示している。 アッシュール・ニラリ4世は父シャルマネセル2世の後を継いだ。不王の12年間の知性は混乱の中で終わったように思われ、リンム表における彼の知性の最後のリンムは欠落しており、サール、騎士、ンム、の後と記録されている。アッシュール・ニラリ4世はその知性の最初の年にリンムを務めたが、翌年はサイージア・モススはア,アッシュールの後と記され、 その後のすべての都市が連番と同情を意味するウィンケルハーケンで記録された。この時代の間の波乱に満ちた事件の数々ゆえに、リンムーは任命されなかった可能性が高い。バビロンの王、ニヌルタクデリウツル一世は、対正王名表においてアッシュールニラリ四世と対になる王とされている。しかし、伝統的な年代学はアッシュールニラリ四世に対応する実際のバビロン王は、 より古い時代のシンバル・シパクであったことを示唆している。後のアッシリア王アッシュール・ナチル・パル・2世は、アトリラ氏の占領の文脈で、シビル・カルドニア氏の王に言及している。彼の年代記において、また歴史家たちは、一応この人物をシンバル・シパクに同定しており、アッシュール・ニラリ4世の時代にシンバル・シパクが、タイ・アッシリアの戦争に従事していたとしている。彼の後継者は、 おじのアッシュールラビ2世であり、以前の王アッシュールナツイルパル1世の年少の息子である。王位継承をめぐる状況は不明である。アッシリアの君主権力において、おじが、王位の地位を継承するケースは、一般的に散脱であるが、アッシリア王名表では、アッシュールニラリ4世の地位が散脱されたことは、示されていない。コーサバドキングリスト、タブレットアイム6万17。 4-8ナッソーヒキングリストイスタンブール A116 4-21 AB パニムリストコブ21タブレットバット11254 4シンクロニスティックキングリストアス 14616C ありがとうございます